はいどうも、キスケです。来ましたよ、この時間が。このゴッド悟空の強み、何でしょう皆さん。範囲特殊ですね。つまり範囲特殊を使いまくれば余裕で勝っていけるんじゃないかなということで、はい、こういう髪の毛パーティーを使っていこうと思います。相性はいいよね、パーティーとしての。こいつ髪の毛やしで、所持圧に特殊圧があるんで、まあいつもよりゴッド悟空でこう範囲特殊狙っていけるんじゃないかなと思います。かなり強くなりそうで楽しみですね。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、勝ちましたかね。これはこれはちょっとね、パーティー相性ですよね、間違いなく。ほら、まあ、申し訳ないな。申し訳ない。総理、面って感じですね。対戦やっていきましょう。まあ、悟空フリーザに対してもね、フリ属性向こうつくから。おほほほたまらねえぜ、マジで。おい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 。範囲特殊ダーンダメみたいですね。はい。まあ、いいでしょう。一発目はおめえにくれてやるよ。範囲特殊をな。まあ、このまま殴っても気力なくなりそうなんだよな。気力がねえや。オッケー。あー残念、もったいねえ。打撃圧多いな。なんなん、近づいてきて何かするんじゃないの。意味わからんねんけど。はい、オーケー。まあ、バニシングで時間稼がしてもらうか。はい。なんか近づいたタイミングとかで噛み合ったら嬉しいなとは思うんですけど。もう一丁行くか。オーケー、それを待っていた。それ待ってました。マジで予約はずだ。ほら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 、フリ属性無効やぞ、こっちとら。しかもですね、この必殺圧、なんと、フリ属性無効です。ただです。うひょこれがやりたかったんだよなぁ。で、カウント回ってんのか、ごめんね。ソーリー面です。また特殊圧来たね。いいですね。ほーら。オーケー。全然いいよ。ユニゲもたまらんからね、まだ。ただコンボはつながるね。じゃ、ここで変えとくか。交代禁止究極使いたかったでしょ。させねえよ。オーケー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 。はい、売り。ごめんね。別に違うんだよ。付き合ってあげてもよかったかなと思ったんやけど、ごめんね。悪いな。遊びじゃねえから。力上げてくぜ。遊びじゃないから、こっちは。真剣だから。ごめんね。はーい。はーい。はい、特殊です。フリ属性向こうも入るから、めちゃくちゃ強いんだよな、マジで。超いいぜ。もうゴッド悟空だけでよかじゃないですか。あー、また来た。あー。あー、気持ちいい。で、まあ、フリ属性で、向こうで。はい。お、硬っ。でも、意外と硬いね。ああ、そっか。了解。許さねえ。ブルーに変えたね。お前の息の根はそれで終わるぞ。ご苦労さん。無駄だ。無きっと。これクイックアタックで死にそうやね。ちょっと怖いな、それは。オッケー。うわー、最悪だ。
やらかした。力を貸してあげましょう。いやー即圧ばっかやな。そうだよな、それしかねえよな。そりゃそうだ。まあでもね、ラスワンゴッド悟空も強いと思うんだよな、マジで。オッケー、なんでかって、だってバニシング回復があるからね。この範囲特殊によってそれがバチクソ強いと思うんだよな。いやかつ、まあ、若干火力が低いな。でも三突やからそれはしょうがないかなって思うんだよな。オッケー、さあラスト。はい、うわマジか、マジっすか。お疲れ。いやでもこれ余ダメージで負けてそうじゃね、マジで。間に合わないっすよね。あ、勝つんや。お疲れ。さあマッチングしましたということで、いやーこれは若干難易度が高いっすかね。うん、打撃カウンターが多いから、なんかさっきみたいにとりあえずはいはい特集打撃アーツ予約でーすみたいなことはできなさそうかな。うん、ちなみにさっきもなんならね、ライジングゲーだっただけですからね。ライジング読まれてなかったらあれ負けとったかな。400万ぐらいでしたよね確か、差がね。俺が1600万、あれ、うん、1600万ぐらいじゃなかったかなとは思うんですけど、どうかな、際どいね。うん、お願いします。ヒュー、範囲特殊です。アホー、ビミナリ、もう一枚射撃圧ちょうだい。来ないっすよね。うんちゃんですね。おひょひょー、バニシングないと思っちゃったのかな、かわいいですね。あら、くらえ、てやー強い。さっきの悟空フリーザ硬かったんやね、だいぶね。ただこれそうだよな、メイン使っちゃおう。ブレイク入らん、さすがにダメか。ナイス、はい、あー泣いていいと思います。うわーもうやだー、そうだよ、さっきの難易度高くなってるですもんね、しょうがないよな。俺特殊圧は使わないよ、俺は大事に大事に取っておくぞ。大事にな、やらかし。やらかしビッチョンチョです。ああそうか、即圧かも。 OK、 あらあら。いやーこれ身勝手帰ってくるよな。おお、ラッキー。ラッキー、おいしすぎ。はい、打撃圧多いね、強っ。火力高、ナイス、射撃圧、はい特集ドーン。これは打撃圧予約でちょっと行かしてもらおうかな、ある程度は。あ、いいね、これ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 だよ。いや剥がしちゃうか、あ剥がさない、 OK、とりあえずね、自動回避あるから、うん、問題なし。はい、シュ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 、通常で返して時間稼いでいこう。 OK、 はい、わー了解、中距離打撃か。アホみてえに。
上がってろ。身勝手はもう捨てかな。俺は範囲特殊が打ちたいんだどうしてもね。うん、行くぜ。中距離打撃しっかりしてくるタイプやね相手は。何も考えず、オッケー。ほらほらこちらですよよーほほ。あーダメみたいですね。やらかし。オラ一人じゃ来れなかった世界だ。ぐっちゃぐちゃですマジきついかも。雷神ぐっちゃったよ最悪マジで。あれか、打撃カウンターっていうか特殊圧でハテナになっとったんかな多分。だから中距離打撃になっちゃったみたいな、そういう感じでしょうかね。いやこれ余ダメージ負ける可能性大いにあるねまずいですねマジで。マジでまずいですよ。試させてくれ。ナイス。これあれか、こうか。はい、これで回復しとこう。ダーン、オーケー、ナイス。ダーンいやーたまりませんな皆さん。神ゲーかな。最悪、あーラッキーここで回避読まれて終わったなと思ったわ今あざした。こんな世界があったなんてよ。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。スーパーイーシンロンにプラチナはついてるね。了解。まあ動画撮影と動画撮影のついでにトレジャーバトルも消化していくっていうトレジャーバトルですこちらは。はい、関係ねえからな。特殊圧、特殊カバチェン豊富にあったとしても関係ないです。ああ、前ダッシュしないか。なるほど、ナイス。はい、あー予約です。あ、予約じゃなくていいかこれは。うん、はい、ああ、あーカバチェン一生せんやんカバチェン一生せえへんやん。どうなんした、縛ってるもしかして。縛りプレイすか、まさかの。 OK、 まあこれは特殊圧は使わないです。このまま殴ります。うわー神かなこのゲームはマジで最高じゃないですか。こういうことしちゃおこういうことしちゃお。テヘペロです。いやーめちゃくちゃいいです。必殺圧まで来る、火力高っマジで。はい、あー遠距離打撃は使わない。はい、タックルは使わないか。あーごめん、キャラチェン押せてなかったか。最悪だ。キャラチェンね、まあそっちで殴りたいよな、わかるすごく気持ちがわかります。このあふれるパワー、危ないか。セーフセフセフ、これはこのまま殴った方がええな。あーなことはないと。はい、なにやるね。この人前ダッシュせえへんからさ
あ、すんのかーい。なんだよ、投げキャン勝っていく。はい、ラッキー。まあこれはこうだな、カバチェンしないね相手縛ってるね多分パニシングこれで回復してって感じかな。はい、出てくるのはこの男、ゴッド悟空。あー気持ちいい、気持ちよすぎ、自分気持ちよすぎ。いいっすか。はい、おりゃーカエルアッパーだー。やるね、さすがに止めてくるか椅子あるよ、なんでかってゴッド悟空の動画だからだよ。あめえな、これは外さずいくか。あ相手これ泣いていいでしょう、大号泣でしょう、この試合終わった後。ごめんなマジで、これがレジェンズの厳しさってやつだ。 OK、 さあラスト、強っマジで。はい、硬なったねマジで、思いません、すごい硬くなったね。あざした、つえや。